はい、皆さんこんにちは、和彦です。今 SNS で話題になっているワークマンプラスのお財布についてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。そのお財布というのがこちら WMB から出ているお財布になるんですけど、両方ともなんと780円でございます。1000円を切ってきました。ではね、早速、こちらの財布の中身を見ていきたいと思います。表にも裏にもこうパチンと止められるボタンがついているんですけど、表の方がまあ見える形になっております。で、見える方ですね、ボタンが見える方は開けると小銭入れで、中のこの素材が外と違う切り返しになっていて、黒とカーキとネイビーがあるんですけど、僕の購入したカーキに関しては中がこのような、まあ、なんていうんですかね、ミントグリーンというか黄色っぽくなっております。で、パッと開けると大きくこう開くので、小銭を見つけやすいっていうのもとても嬉しいポイントになっているかなと思います。で、裏側、お札とかカードが入る方なんですけど、ボタンが表に見えない状態になっています。で、開けると、まあ、これコーデュラらしいんですけど、ここが二重になっていて、まあ、お札をこのように入れることができるようになっています。ここの真ん中の部分に2個ともカード、ここにこっちもそうですけど、こういう風に入れられるようになっています。で、こんな形で三つ折りにしてしまうような、作りがとてもしっかりしていて、デザイン的にもシンプルですよね。変な装飾もないし、ロゴもないし、唯一コーデュラのタグも中についてるんですよね。今までのなんか小さいポーチとかお財布のタグ、ワークマンで出ていたものって結構こういうところにコーデュラのタグとかファインドアウトみたいなのがついてたりしたんですけど、そういうのがないのが非常に好印象ですね。パッと見780円にはちょっと見えないですね。これは今小銭はちょっと入っていて、カード1枚入れている状態での厚みなんですけど、だいたい 2.3 から4センチぐらい、まあまあ許容範囲ですよね。幅がだいたい 7.3 センチぐらいで、こちら側長い方、長辺が9センチ6ミリぐらいですね。広げるとだいたい18センチ6ミリぐらいになっております。あと、まあこういうところがちょっと微妙だなと思う場合は、購入を見合わせた方がいいかもしれないということをちょっとご紹介したいと思います。まあ、正直こちらの小銭入れの方はもうほとんど言うことないです。色も僕すごい好きですし、丈夫でリップストップなので汚れ傷とかにも強いですし、ガンガン使えるんじゃないかなと思いますし、とっても好印象です。で、こちらですね、開いた時のこの生地が張る感じがあるんですよね。それがこうあんまり綺麗に使えないっていうのと、この2レイヤー目ですね、こっち側結構ペランペランしちゃうんですよ。これだからこうやって折りたたむ時、何もなければまだマシなんですけど、札が入ったりカードが入ったりするとこんな感じでシワが寄ったり、綺麗に収まってくれないっていうのは改善できるポイントじゃないかなと思います。カードもここに入れちゃうと重さでパタパタするんですよね。カード4枚、お札5枚で小銭がちょっと入った状態だとこのぐらいの厚みになります。やっぱりちょっとね、膨らみますよね。なのでコンパクトで、なおかつ端っこはキュッとしておいてほしいっていう人には向いてないかなと。どうしてもね、ここの部分が広がってしまう。ただまあ、780円にそこまで求めるかっていうところでもあるので、まあ、中身もカードも減らしつつ厳選してすっきりとしたお財布を目指すっていう方向性がいいんじゃないかなと思います。僕実はですね、こういう無類の小さい財布好きでして、こちらマルジェラの革の財布で、これもちっちゃい、かなりちっちゃい財布ですよね。これ名刺入れがこれなんですけど、名刺入れとほぼ同じぐらいのサイズのお財布をずっと使っておりました。なかなかこのコンパクトさってないんですけど、自分の好きなブランドから出ているっていうので、本当にこれ気に入っているアイテムになっております。小銭の部分だけこれ独立しているような形になっているんですけど、こちらがカード入れる 1,2,3,4,5,6 枚、6枚っていうか、まあ6スロットありますね。ここがお札入れに
なっています。で、唯一にして最大の弱点なんですけど、ユーロサイズなんですよ、お札が。円を入れるとここを折り返さないとちゃんと綺麗に入らない、お札が折り曲がってしまうっていうのが、まあ、これの弱点ではありました。その後ギアループマーケットで購入したお財布なんですけど、これもこのマルジェラの財布に引き続いてこんなちっちゃいサイズのものだったんですけど、こちらもかなり気に入っていて、ここゴム外してボタン外すとここが小銭入れになっていて、ここにこういうカードが入れられる。ただこれも弱点が、お札がここにこう入れるような形になっていたので使いづらかったんですね。で、そこにワークマンでこのサイズのお財布が出たということで、これは本当飛びつきましたね、僕は。で、今のが折りたたみ型のお財布の方だったんですけど、今度カードケースっぽい形のもの、こちらですね。こちらの方もご紹介していきたいと思います。こちらも同じく780円でコーデュラでできているものになるんですけど、こちらはもうかなり用途を絞ったものになるんじゃないかなと思います。見ていきたいと思います。はい、こちらですね。こちらは真ん中にこういった YKK のファスナーがついていて、この中がこのように黄色の小銭入れになっていて、ここにこういう紐とプラスチックなんですけどカラビナがついていて、鍵とかをこうつけられるようになっております。こちらに1個で、こちらにもう1個で、裏に3個で、カードとして引き出しやすいポケットが4個5個ということで、計5枚ですね。5枚のカードを収納することができます。こっちに向けてると開くけど、これをこうやってやってるとロックがされるというファスナーになっているのも、誤って小銭がバッシャーって落ちてしまったりすることを避けることができるので、とてもいいんじゃないかなと思います。ただまあこちらはね、入れてるカードとかは結構むき出しにはなってしまうので、いつもの財布の代替としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、まあもう本当に普段使うカードと鍵だけここにつけても持ち歩くっていう場合には、もうこれ1個で済んでしまうので、そこら辺を重視される方はこちらでもいいんじゃないかなと思います。鍵とかをこうやってつけた状態でここファスナーを止めることもできるんですね。だからもうこの状態で持ち歩くことができる。で、まあ使わないとき鍵別にこれ外に出してても、ここにこうやって入れたりしとけば邪魔にならないので、こう家の鍵ともうクレジットカードとポイントカードと免許証とみたいので、これだけ例えばバッグの中にポンって入れて出かけるとか、そういう用途であればこっちでも全然いいんじゃないかなと思います。で、こちらの商品もかなりいいんですが、まああえて言うならの残念ポイントなんですけど、フックの作りがすごくチャッチくて今一つなのと、あとこれが意外と大きいので鍵をつけた時の形状上、もうしょうがないんですけど、この分厚みが出ちゃうんですよ、これ。なぜなら鍵は縦じゃなくてこうやって平たい方が入っていくので、こっちのカラビナが縦になっちゃうんですよ、こうやって。そのせいで角の薄さがこうやって、ほら、これカラビナの厚みが出ちゃうんですよ。そこがね、どうにかできたらよかったかなというのはちょっと思います。で、実際にこう、まあカードを入れるとこんな感じですね。これはだから見やすいし出しやすいんで、こっち側はすごい使いやすいですよね。で、こういうまあたまにしか使わないポイントカードとかはこういうところのポケットに入れちゃっておけば見えなくなりますし、よく使うクレジットカードとかはこっちに入れておけばいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはマチが片方にしかついていないので、小銭を探すのはどうしてもさっきのお財布に比べると探しづらさはあるかなと思います。でもその分の薄さを持っているので、そこはちょっと犠牲になっても致し方ないかなと思う部分ではあります。はい、いかがだったでしょうか。個人的にこちらのお財布、全然普段使うものとして合格点を上げられるものだと思うんですけど、おすすめの使い方としては2枚目のここには何も入れない、なんかね、ここに入れると使いにくい感じがするので、一番奥のポケットにお札を入れて、カードも一番奥のところに、で、これ今4枚入れてるんですけど、多分まあ4枚がギリギリかなというところですね。なので厳選したカード4枚とお札を奥のポケットに入れるような感じにするのがおすすめです。とても
コンパクトですし、質感もいいので高見えすることは間違いなしですし、まあ、僕はこの中の色がすごく気に入ったのでこちらのカーキにしましたが、普段使いやすいものっていうと、まあ、黒の方が無難かなとは思いますので、実際に店頭でお手に取ってみて、黒、カーキ、ネイビーの3色ちょっと選んでみてください。Twitter と Instagram もやっております。 Instagram では全身ワークマンコーデのご紹介、 Twitter では、僕の日常やアウトドアなどの情報を発信しております。もしよかったらフォローしてみてください。今日の動画が面白かったなとか参考になったなと思いましたら、グッドボタン、そして、コメントもお気軽にいただけますと嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。